国立情報学研究所の古川より、スキル表の見方と今後の更新につきましてご紹介させていただきます。先ほど高久先生よりご案内いただきましたように、研究データ管理支援人材に求められる標準スキルバージョン0.1は、国立情報学研究所機関リポジトリにて公開させていただいております。 こちらの DOI からアクセスいただくことができます。また、国立情報学研究所機関リポジトリからですと、検索画面で、例えば標準スキルなどと検索いただいて、検索結果からアクセスいただくことも可能です。 本日までの閲覧数は先ほど確認してみましたところ2448回となっておりました。よろしければご視聴いただいております皆様にも実際にどのようなものなのかぜひご覧いただければと存じます。研究データ管理支援人材に求められる標準スキルバージョン0.1では2つのファイルを公開しております。一つは RDM 支援標準スキルバージョン011ランというファイル名の Excel ファイルです。こちらがいわゆるスキル表のこととなります。もう一つは RDM 支援。 標準スキルバージョン01解説という PDF ファイルです。この解,解説はスキル表作成の背景や経緯、スキル表の見方、作成に携わったもの,の思いなどをまとめたものとなっております。それでは、ここからはスキル表の見方について簡単にご紹介させていただきます。スキル表のファイルには5つのシートがございます。 各シートの見方には、下の2番から5番にありますシートのそれぞれの列名についての説明をまとめております。業務標準スキル代用表は、研究データ管理の支援に関わる業務の区分ごとに標準スキルを配置しているものです。標準スキル一覧は、 標準スキルごとに付属情報を配列しておりまして、内容は上の業務標準スキル対応表という2番のものと同じもので見せ方が異なるものとなっております。3番の分類コードはスキル ID を付与するための分類記号や番号のルールをまとめたものです。業務を担いうる職種の略歴、 は、スキル一覧で用いる職種略歴についての説明をまとめたものとなっております。ここからは2番から5番の各シートの見方についてさらに詳しくご紹介させていただきます。業務標準スキル対応表の構造を簡略化したものがこちらです。一番左側にあります、 段階、共通、研究前、研究中、研究後、日常的支援という段階に、業務区分を対応させて、対応するスキルや職種を右に配列しています。現在は業務において、全段階共通のスキルを汎用スキルとしております。 後ほど別のスライドで詳しくご紹介しますが、汎用スキルの ID には先頭に G、専門スキルの ID には先頭に S を付けています。この構成によって研究データ管理の支援に関わる業務をフレームワークとして、スキルを業務のフレームワークから考えることができるように全ての要素を整理しています。 また、セルの結合を行っており、多少見やすくなっておりますので、印刷向きのレイアウトかと存じます。この業務標準スキル対応表の具体例ですが、例えば、研究中の場合にはこのようになっております。左側の研究中に対応する業務区分としては、 ちょっと小さいんですけれども、研究データの安全、確実な保存の支援、研究データの検索、発見、収集支援、研究データ分析支援、加工分析中の研究データ管理支援、研究データの引用支援、データマネジメントプランの更新支援が並んでおり、そのうちの、例えば、研究データの 安全確実な保存の支援については、情報セキュリティ対策の実施支援、情報、保存、保存場所、ストレージ確保のための支援などと、業務詳細が含まれているという階層構想となっております。それについて、スキルはそれぞれの業務に対応したものとして並べております。 業務に対応して複数のスキルが含まれている場合もございます。一方、別のシートとなりますが、標準スキル一覧のシートでは、スキルに対応する業務や職種を右に配列したものとなっております。スキルの掲載順序は、先ほどの業務標準スキル対応表と同じです。 また、業務を担える職種は、職種ごとに列を分解して作っておりまして、該当するスキルについて丸印が入っております。これらの、こちらのシートの方では、セルの結合がございません。並び替えをしやすいレイアウトとなっておりますので、例えば職種によって絞り込んでみるなどといった使い方もできるかと思います。 分類コードのシートには、スキル ID を設定した時に作成した ID 付けのルールをまとめております。具体的には汎用スキルか専門スキルかを示すスキル区分、全段階共通、研究前、研究中、研究後、日常的支援という段階を示す2桁の段階区分、さらに4桁の業務区分で構成しており、 重複する分類コードの場合は、スキルに対してその後のところで連番をつけていくという作り方となっております。例えば、業務標準スキル対応表の中にございますスキル IDG0000001 は、汎用スキルを示す G、そして汎用スキルには段、 い ID ID や業務区分がままだございませんので、全ててとなっており、ここまでの分類コードが同じスキルが複数ございますので、最後の2桁で連番をつけているといった構造になっております。また、同じシートのスキル IDS20090102。 というのは、専門スキルを示す S。研究中の段階 ID が2であり、解構造はないため、研究 ID、段階 ID は20。業務区分 ID は、まず、研究データ分析支援を示す09と、その解構造として研究データの前処理支援がありますので、0901となり、同じ分類コードを持つスキルが既にありますので、02をつけている。 という構造となっております。こちらが最後のシートとなりますが、業務を担い得る職種の略称です。これは RDM 支援標準スキルバージョン01解説というファイルのところでもご説明しておりますが、研究データ管理の支援業務を遂行するにあたって、 その業務を担い得る可能性のある職種を広く例示したものとなっております。えー 職種の説明、それから担当業務、役割分担等は、実際には組織ごとに大きく異なるため、ここでは、えっと、示したものはあくまでも標準スキルにおける判例として捉えていただき、こうでなくてはならないということではないということをご了解いただけますと幸いです。この区分などに基づきまして、各機関における類似した職種に置き換えていただいたり、読み替えたりいただいたりしながら、 参照いいただければと思います以上のような構成に基づきまして、現在90項目の標準スキルを同定整理して公開に至りました。このスキルの、スキル表の今後ですけれども、解説にもございますとおり、各組織における取り組みや実践の結果を通じて、今回提示した標準スキルが将来的に更新、進展されていくことを期待しております。そのため、 このスキル表を完成版として教授いただくということではなくて、各組織の支援人材一人一人が現場で一覧表をさらに育てていくということ自体が最終目的となっております。更新していくということを念頭に、スキル表の修正、拡充、活用に取り組んでまいりたいと考えております。 具体的には、現在公開しておりますバージョン0.1につきまして、マイナーバージョンアップができるような仕組みを GitHub のリポジトリを活用して実現していこうと考えております。今後は、研究者に対する需要調査や、実際に研究データ管理や周辺の研究支援人、 研究支援業務を既に実践している支援人材の業務分析などを通じて、このスキル表の精度を向上させて、将来的には各組織における状況や背景に合わせた組織的な支援、連携体制の構築、 各組織における個別の研究データ管理の援サービスの実践や、その実践結果に基づいた必要な標準スキルの見直し、それによる効率的な実践への発展といった循環を埋めるようにしていって、日本の国内における 研究データ管理全体にとって、えー、発展的な使い方ができればというふうに考えております。えー、今後の更新情報につきましては、 え、こちらの、え、オープンサイエンス基盤研究セーターのホームページなどの、え、例えばニュースなどに、え、掲載をできればと思っておりますので、よろしければ、え、引き続きご確認いただければと思います。え、簡単ではございますが、え、スキル表の見方につきまして、古川の方からご説明させていただきました。以上となります。ありがとうございました。